これそうと思うんですけども、その考えてとかっていうのはいたんでしょう。今クアンタルリープの社長をやられている出井さんが大変懇意させていただいてたんでね、大倉に呼び出されましてね、朝飯食おうと、新浪さんに言いたいことがあると。何でしょうかと。いやいや、買収のした件だと。で、いやぜひ教えてくださいと。自分のところもコロンビアピクチャーやったんだと。で、実は私は反対だったんでね、じゃあぜひお話をお伺いしてくださいと。新浪さん、君には絶対失敗してもらいたくない。日本の企業はこのぐらいのサイズの買収、とりわけアメリカはうまくいかないんだと。うまくいった試しないでしょ、アメリカって難しいよ、新浪さん。我々も非常にハリウッドの世界で苦労したと。性悪説的な、裏で何が動いてるか我々の見えない世界がある。日本人として日本のカルチャーで臨んではダメだと。しっかりとポーチをしなさい。ああそうですか。ご指導いただいて本当に嬉しかったですよ。これはもうそしていて、いわゆる文化を乗り越えなきゃいけないっていうね。やはり日本の文化、義理人情、これはすごく重要な中に私はいましたんでね。そうではない分野も厳しくやらなきゃならないと。まあこれは出井さんがおっしゃった通り、裏で転がしたい人たちもいたわけですね。高く売ってまた売らせてと、そういう人たちも投資銀行でいたんで、事実その人たちが向こうの社長にもコミュニケーションしてたのは知ってたし、それはハーバードの友人たちが教えてくれました。ハーバードの同期生からね、ニューヨーク行った時、集まって食事してた時、まあ困ったもんなんだよなと、いろいろと所有しているようで所有してないしって、でもなんでタックはハーバードビジネススクール行ったんだと。こんな決まってんじゃないかと、ドゥインロングだと、アメリカ流でやんなさいと。私たちはあなたみたいなケースで相手バサだよって。バサってやったってどうってことないんだって。あなた親会社でしょと。日本人であるとかそういうアイデンティティじゃなくて、ドゥインローム、アメリカでそれやっても誰も非難しないからって。ちゃんとやんなさいって。何のためHBS 来たんだって、何を学んだんだって。アメリカの会社だったらアメリカ流にやればいいじゃないかと。あなたアメリカ流の経営学んでんだから、その取りやなさい、首切ればいい話だと。次連れてくるんだ、そんなの誰もが当たり前だと。で、本人も乗り込んできたらそのぐらいのことするかもしれないって、それはアメリカの社会にいたらそう思うよと。だから、いや、某社さん、メーカーさん、不動産さん、いろいろな話が、その中でそういうことに少しずつ、少しでも昔関わった連中がね、いわゆるね、ゴールマンさんとかね、いろいろいるわけですよ。ね、皆さん、非常にいい指導をしてくれて、絶対成功しろよと。そしたらまた私たちのとこから買ってねと、あれ買えるようになってねと。まあ、こういう具合にやっぱりその当時のクラスメートたちがいろんな指導もしてくれて、まあでもやっぱり日本の企業として、まあ出井さんがご苦労されて、ソニーさんご苦労されたと、そういう話は非常に参考になりましたね。ですから超大型の MA ってすごく難しいと。大きいがゆえに向こうの経営者に任せざるを得ない環境になる。小型の買収は自分で乗り込んでできると。もう大きければ大きいほどステークが大きいんで、任せないとできないなってこう思うから任しちゃうと。任せることと所有は違うぞと、まあ、こういうことなんですね。貴重なお話で、これを何の違いに伝えたいですね。やっぱりどこでもいないんですけども、
役員メーカーのね、うん、失敗したらもう会社の存続が取れちゃうっていう、うん、判断は良くてもそこから先のハンドリングをどうするかっていうところが、うん、本当に生きているのかっていうのは CEO が外人ならいいっていう問題ではない、うんうん、そうですね。そういう意味じゃ買収後のことの方が重要だということは、サージはよく分かってたんですね。だからそういう意味で、まあ私自身を選んでよかったかどうかってのはよく分かりませんけども、でもサージの信頼があったからできたんですよ。判断すること、そして僕が何を相手に言うこと言うかどうか、全部任せてくれましたから。だから僕は後ろ盾があると思ってやってますから、一切はしごを外さなかったですからね。よし社長それでいい。サントリーに入ってきた人たちっていうのはやっぱりサントリー創業系の分野っていうのが好きで入社してきましたね。そこに突然ローソンの人間さんがやってきて、突然サントリーの社長ですと、なんだよこれはと思った人が多いですと思うんですね。でその彼らにとっても人間さんの手腕っていうのは、まあ、目に物をガチッと見せない限り人はついていきませんよね、うん、でその意味ではその買収後のプロセスがうまくいって、それが具体的に形になる収益を生む、これは大きかったと思うんですけど、本人は対社員という点ではどんなふうに感覚をお持ちなんですか。まあ外からエイリアンが来たんだっていうのは間違いないですよね。でそこまでサジはやるんだってみんなびっくりしたでしょうね。でそれも性格似てるとこあるし、あのサジはガーッといく、まあ慎重なところものすごく慎重でね、まあそれはあのなんていうか、あ当然のことなんだけど、経営者としてはそしてオーナーでもあるわけですから。でもこう話してて違和感がないっていうのはあんまりいいことじゃなくて、普通だったら強気そして守るって、 これで会社二人三脚だ。社員さんに聞いたんですよ、なんで僕みたいにねイケイケどんどんで、サイさんもイケイケどんどんでしょ、こううまくいって普通は思わないですよ、それもやってみなはれやとか、なんだそれと言ってね、おっしゃる通りと思っちゃって、でもやっぱりやらんとあかんやろと。だから二人三脚っていうのが物事の考え方がすごく、いやそれはあの細部にね違うところとかそれは議論しますよ、でも二人三脚なんですよね。だからその二人三脚で根っこが一緒であると。しかし私は商社出身ですし、私たちはこうやってメーカーそしてオーナー系っていう、ね、違いがある中でも常にダイアログコミュニケーションがありましたから、まあ、そういう意味じゃ二人三脚で出てきたことが良かったんだと思うんですね。でまあ戦うときに戦えるってことがすごく重要で、戦う場だったんですよね。ただ戦うっていうのは相手も尊重もしてますから、戦うに意味のない相手だったら戦わないんで、マット・シャトクって男はね、とはいえ向こうの立場になったらそうだろうなと思うことを言ってんですよ。これは任された、だから買収に応じたんだってね。だから彼の立場ではそうだし、彼が守りたい自分のレピュテーションだとか、そして社員に対して自分は、ね、このサントリーという会社に会社を託したってこともあって、まあそういう意味じゃ結果論としてはいい人を選んだんだと思うんです。すごいトラブりましたけどね、頑固で、でも思いもあったんだろうと、まあ、そういう意味でそれをその意思決定として継続的に彼を社長にしたことは僕は間違いじゃなかった。俺は結果論としてそうだと。それを決めたのもサジだしね。でこちらサイドに
落ち度も随分あったと、その下にいる人たちの。要は言われたことを全て受けてるから。でも向こうからすると言ってみようっていうのはあるんで、言ったら受けちゃってんだよね。それはあの下にいる役員連中がね、もう受けて、とにかく彼にはやってもらわないと困るんだと、やめられたら困るとかね、言われたことを全部受けてる。だから彼にとってはちょっと高いボール投げてみようかって全部受けてる。だからこちらから言ってたことも法外なことではないなとは思ってると思うんですよ。まあそうなんだけど、それは契約で決めたことじゃないかってことは、これはまあ彼の言ってた正しくて、これは決めたことですから。でもそういう問題が全部、まあ、パッと決着がするわけではないと思いますけども、その証として象徴的な形がこの、そうですね、そうですね、ということになるわけですね。そうですね。まあ、あの最終的にインテグレーションが、まあ、我々両方が分かち合ったということでですね、次の成長へ向けて一緒にやろうという、まあ、その証で、まあ、それぞれみんな重要な商品なんですけども、そしてメーカーズマークやジンビームや、まあ、いろんな他のブランドもありますからね、ブッカーズや最高級なバーボン、ベーゼルヘイデンとか、そういうものもありますから、そういうものが世界へこう広がっていくというのを一緒にやろうと、まあ、そういうことがお互い、まあ、セレモニーをやって、次の時代を一緒に作っていこうと、まあ、こういうことができるようになったと。これも僕はマットのおかげだというふうに思いますよね。これはこの5年間一緒にやってきて振り返ってみると、いい人を社長にいただいて、そしてあの瞬間で辞めると言われなくてよかったなと、まあ、思いますけどね。